小さい頃は賢い可愛いエリーチカなんて呼ばれていたわ。歓喜、安楽、忍耐、すべてを満たす以心伝心という意味もあるのね。あら、来てたの？今ね、誕生石について調べていたの。ほのかの思いつきで今度の衣装テーマが誕生石になったから、みんなの誕生石とその意味くらいは知っておこうと思って。でも本によって書いていることって結構バラバラなのね。それに誕生月によっては誕生石がいくつもあったりもするのよ。例えば私の誕生日がある、そう10月21日で合ってるわ。覚えてくれてるなんて思っていなかったからびっくりしちゃったじゃない。誕生日は誰かが、君が覚えてくれてるってこんなに嬉しいものなのね。ちなみに10月の誕生石はオパールとトルマリンなんですって。ところで君の誕生日はいつ？私も覚えておきたいから教えてくれないかしら。